皆様、こんにちは。シュンです。ポケモンの英語の名前とその由来を、本日も皆様に紹介したいと思います。ちょっとね、とある事情でマスク姿での、収録となりますが、まあ別に深い意味はないので、はい。そんな感じです。今回最初に紹介しますのは、グレイシア。英語の名前は、グレイシオン。流氷を意味するグレイシアに、長い時の経過を意味するイオン。組み合わせて、グレイシオンです。めちゃくちゃ余談なんですけど、僕が一番最初に好きになった女の子の名前が、グレイシーという、本当の本当にめちゃくちゃな余談でしたね。続けて紹介しますのは、ポケモンのアニメでも活躍した、こちらのグライオンです。英語の名前は、グライスコール。滑空を意味するグライルに、サソリを意味するスコーピオン。合体させて、グライスコールです。グライオンはサトシの手持ちでしたが、マンムーは光の手持ちでしたよね。英語の名前は、マモスワイン。マンモスに、豚を意味するスワイン。くっつけて、マモスワイン。です。お次に紹介しますのは、ポリゴン Z です。英語の名前は、日本語と同じ。発音は、ポリゴン Z。ポリゴン Z は、進化前のポリゴン2がバグった姿。ということらしいので、まあ、ポリゴン2の2が文字化けして Z になった。なので、ポリゴン Z ということらしいです。見た目のかっこよさとバトルでの強さがあまり比例していないポケモンといえば、こちらのエルレイドですね。英語の名前はギャレイド。勇敢なを意味するギャラントに、刃物の刃を意味するブレイド。組み合わせてギャレイドです。どんどん行きましょう。こちらがダイノーズです。英語の名前はプロボパス。匂いを司る器官を意味するプロボセスにコンパス合体させてプロボパスです。ずんずん行きましょう。こちらのポケモンがポケモン不思議のダンジョンで大活躍をしたヨノワールですね。英語の名前はドスクノール。日暮れを意味するダスクに、フランス語で黒を意味するノール。くっつけて、ダスクノールです。雪山で遭遇したくないポケモンナンバーワンといえば、雪目の子ですね。まあ、どこ調べのデータなのかちょっと僕もわからないのですが。英語の名前は、フロスラス。霜を意味するフロストに、乙女を意味するラス。組み合わせて、フロスラスです。本日最後にご紹介するのが、ロトムです。英語の名前は日本語と同じ。発音は、ロトム。モーターという言葉がありますよね。このモーターという言葉を逆から読むと、
ロータームになるわけなんです。この名前結構シャレてますよね。はい、結構好きです。本日は以上でございます。来週もこの時間に、この動画出しますので、また見てくれると嬉しいな。見てくれる人は次回お会いしましょう。さよなら。 Goodbye. See you later.